アルフォンス・ジョゼフ・ジョルジュは、フランス陸軍の軍人で、最終階級は、陸軍上級大将。開戦直前には、陸軍副総監の職にあって、第二次世界大戦では1940年5月、フランス戦役において、北部戦線軍総司令官を務めた。アルフォンス・ジョルジュは1875年8月19日に、モンリュソンで生まれる。成果は、 独創的な環境で、父はガラス職工の職長であり、これがサンイコールタマンイコールモンロンとブールジュで受けた学校教育で卓越した結果を残すことになる。軍の勧誘を受けて、ラカナル高等学校在学中にサンシール陸軍士官学校への入学準備をし、1895年に士官学校に入校する。1897年に士官学校を卒業し、 不評価を選び、フランス陸軍で最も有名である、第一アルジェリア狙撃兵連隊に配属される。北アフリカにおいて若い将校は、サハラ砂漠を平定するための数字にわたる渋滞に従軍すべく、上官によって、数度にわたり、渋滞に配置される。1902年、ジョルジュは、地元中産階級の少女と結婚し、1903年には、 陸軍大学校への入校に備え準備をし、これに合格する。在学中、学校副長であった、というて将軍とはその後も、陸軍大臣官房長の時、1908年3月に、第一次、クレンマン総政権の陸軍大臣、マリー・ジョルジュ・ピカール将軍に影響を与えた。2年後、陸軍大尉であったジョルジュは、アルジェに駐屯する。 第二アルジェリア狙撃兵連隊第15、中隊長として赴任するためアルジェに戻る。数ヶ月にわたる中隊勤務ではアルジェリアモロッコ境界線での警察活動に従事する。彼は反乱軍との深刻な衝突で中隊を率いて、ユベール両手将軍の目前で大胆な勝利を得ている。アルジェに戻り、1912年に英術勤務士官として古典的生活を送る。 土着民の返入問題に取り組む。ジョルジュは以前にこの問題を研究した人々の誰もが解決策を見つけることができずにいたため数ヶ月で終了する。ジョゼフ・ジョフル将軍の存在はパリにある参謀本部第一部に勤務するジョルジュに影響を与える。エドワールド・カステルノー将軍のもとで第17計画に定める数百万人の動員計画にかかる。 1914年8月、大隊長であったジョルジュは、その後、第二軍司令部の幕僚として9月上旬に転属する。しかし、彼が指揮する第122不評連隊の大隊は先頭に立って、数日、9月11日にジョルジュは重傷を負った。治療に数週間かけた後、ジョルジュは指揮の継続を望むが上層部の反応は良く。 なく、前線に戻っても問題ないが参謀本部では、ジュルジュは、参謀としてはあまりに貴重であるとした。1916年10月、東洋フランス軍司令部の参謀次長となるが、モーリス・ポール・エマニュエル・サライユ将軍とは、ソリが合わなかった。1917年3月に、フランスに帰国するが、わずか2ヶ月後には、新たな仕事が舞い込む。 元アルジェリア総督であったシャルル・ジョンナールは、かつて敗下の若い将校に有能な者がいたことを覚えており、なおかつ困難が予想されたため召喚以外から適任者を欲していた。陸軍中佐となっていたジョルジュは、ドイツよりと見られていたギリシャ王コンスタンティノス一世を排除する工作の密命を帯びて、軍事顧問としてギリシャ入りした。ジョルジュの工作は成功しようは退位し、 ギリシャ王アレクサンドロス一世が擁立される。フランスに帰国後は1921年までフェルディナンフォッシュ元帥に最も近い協力者の一人となる。特に海外作戦戦役部長としての活動がある。例として、1919年9月にはルイ・フランシェ・デスペレー元帥によるテッサロ2期からの構成に関わる編成の先導で決定的な役割を果たしている。 1919 19年12月に陸軍大佐に昇進し、アンリ・モルダック将軍の指揮下で1922年1月にシュパイアーに駐留する第64狙撃兵連隊の指揮をする。しかし、その年の後半にジャンマリー・デグッド将軍によって呼び出され、ルール占領中に技術業務局事務部を担当する。経済を再稼働させることに成功して任務を終え、 1924年3月に陸軍少将となる。高等軍事研究センターの家庭を収めた後、戦時にはアルプス軍司令官に任命される予定であるデグット将軍の下で参謀長となる。しかし、ジョルジュの評判は全軍を通じて知られており、そしてフィリップ・ペタン元水は第三次リーフ戦争でジョルジュを必要としたため呼び出した。これによりジョルジュは、 判断軍兵定計画のほとんどを作成した。少々昇進から18ヶ月後、陸軍中将に昇進し、1928年9月にアルジェリア師団長になる。1年以上師団長を務めたが、アンドレマジの陸軍大臣の就任に伴い、官房付き参謀長となる。1929年11月から1931年2月までの15ヶ月間は、 陸軍省があるホテルブリエンヌで勤務する。その後、陸軍大将に昇格したジョルジュは名門である第19軍団長として赴任するため北アフリカに戻る。1932年11月、陸軍上級大将に昇格し陸軍高等会議の一員となる。すでに58歳となっていたが、退役年限まで残り7年から10年は勤務できると見られた。 高等会議構成員のほとんどの将軍は、ジョルジュを陸軍総監に推薦し、これは戦時には陸軍総司令官の役割を担うことを意味していた。1934年秋、第一次世界大戦時の強い友好関係を記念して、ユーゴスラビア王、アレクサンダル一世を招待するため準備する。10月9日、王一行は、マルセイユ港に上陸し、面会に応じていた。 フッツ外相、ルイバルトゥルとアレクサンダル一世は暗殺者によって殺害され、ジョルジュは重傷を負った。最終的に当時のフランス陸軍最高指導部は、マキシム・ウェーガン将軍が1935年1月に年齢制限に達したため、代わりにモーリス・ガムラン将軍が任命されており、ジョルジュは北アフリカ軍監察官となるが、他のどの分野について、 具体的な責任を負っていなかった。一方、ガムランは、ジョルジュに対しいくつかの任務に対応するため、大規模部隊の編成について、新規則を起草を委任し、また、大規模軌動を支持するため一部任務について、命令系統から除外された。ジョルジュは、すべての会議において、軍の状態に関する懸念を表明し、予備役動員の不足、非常に不十分な自動車化、 航空機の不足、近代的な兵器製造工程の欠如などの問題点を訴える。動員に伴い北東戦線総司令官のガムランの副長を務めるが、12月に北東戦線軍総司令官となる。しかし、この役職にあってジョルジュはその権限を減らし、ガムランはフランス地上軍大本営にあり、ジョルジュはそれまであった強力な権限を行使できなくなった。だが、 ジョルジュは、不賛成であった、ディールブレダ計画に対しこれを実行なければならず、特に強力な予備軍である第7軍をオランダへ、前進をさせなければなくなり、これに抗議した。1940年5月10日の、ドイツ軍総攻撃はその戦略的な動きで、フランス軍の無能さをさらけ出した。ムーズ戦線は5月15日に崩壊し、大本営からジョルジュに対し頻繁に命令を下したが、 敵軍の進撃速度に対応できなかった。5月19日にカムラン将軍は解任され真相司令官に米ン将軍がついた。ジョルジュは北方の軍を撃破し、ドイツ軍を正確に認識し新たな防衛戦の形成を起都し3倍近い連合国軍の師団の再編成をする。1940年6月22日の休戦後、ジョルジュは数週間で ビシー政権の下での新たな軍隊の編成に着手し、定員10万人からなる本国軍ができる。その後、同年8月に65歳の定年年齢に達したため、召喚官,官房を第2部に配置される。ジュルジュは、アルジェリアにいたアンリジロー将軍と共に働くべく、1943年に、ウィンストン・チャーチル A 首相はフランスからの脱出を準備させる。ジョルジュは、 同年6月から11月までフランス国民解放委員会に参加した。そこではジョルジュの適度な見解は受け入れられず、ジョルジュはシャルル・ド・ゴール将軍によって排除される。これにより政治的かつ軍事活動からも完全に引退した。フランス解放後、ペタン元帥やベーガン将軍の裁判で証言をもたらした。その後、 公的生活から引退し1951年にパリのバルドグラース郡共同病院で亡くなる。ありがとうございます。